は、私一押しのグローブの最新作がついに発売になったので、ぜひもうレビューしますっていうのをずっと言ってたのでレビューしていきます。はい、あ、試合前にワークシュートとかした時に、なんか竜おるみたいな、怖い竜いるんだけどみたいな、すごいね。Hey guys, welcome to TGK Light Up TV ということで、今回はフットサルピッチに来てます。ちょっとあの中山 GK コーチの、撮影とともに、ちょっと私も便乗して撮影させてください。そうだよ、勝手に使わないで俺のビデオを。あの機材までお借りして、すごい今日は綺麗な動画で配信させてもらってます。顔は出ませんけど声だけで失礼します、はい、撮影してもらってます、はい、結構贅沢です。で今日は、私一押しのグローブの最新作がついに発売になったので、ぜひもうレビューしますっていうのをずっと言ってたのでレビューしていきます。はい、じゃあそれが今回ですね、めちゃくちゃかっこいいですよ、はい、こちらです。じゃじゃん、私めちゃくちゃ黒ピンクの組み合わせが好きなので、あのエレボスさんのツイッターに出た瞬間にこれ絶対買うと思って速攻買って今レビューしてるんですけど、デザインがねまたこれ私好みなんですよ。なんかあんま他にはないドラゴンで、なんかこうロゴをビャーってこう噛みついてるような感じのデザインですね。そうね、そうね。で、カットもネガティブカットなんで、はい、ネガティブカットも結構好きなんで、これにしました、はい、今回は。で、初めてストラップレスを買ったんですよ今回。なので、あの普段は75のグローブを結構つけてたりするんですね。いいグローブって結構ちっちゃいサイズがなくて、はいはいはい、で今回は6号からあるっていうことだったんで。確かに6号意外とないよね。そう、ないんですよ。なんか安いやつはいっぱいあるんですけど、うんうん、高くていいグローブってなると大きいサイズしかなくて、いつもまあちょっとブカブカだけど7号でっていう感じで練習のグローブとかつけさせてもらってるんですけど、今回6号からあるっていうので6号にしました。ちょっとつけていきたいと思います。ストラップレスなんで、ほう、はめやすい。え、めちゃくちゃはめやすいです。なんかストラップレスってはめにくいってイメージなんだけど、なんかそう手首を締めてるから結構はめにくいイメージあったんですけど、すごいはめやすいですね。あ、いい。何よいきなり。いいですね。これバンドいらないかもしれないですね。結構ベルトいらない？いらないです。結構わかりますかね、隙間があんまないんですよ。ここキュッてゴムで締まってるんで、いらなくて、はいはい。でここもまあ、ちょっとゆとりはありますけど、ブカブカしすぎることがない感じの、こんな感じ。逆にピタッとなってるとさ、曲げた時とかなんかきつそうな感じなイメージもあるけど、なんか余裕な感じ。うん、結構余裕ですね。で全然ずれない。で、横がこうネガティブの横メッシュっぽい生地になってて、通気性もある程度ありますね。風通しもいいし、で指先はこんな感じでロゴが入ってて、エレボスって入ってて、でなんかこう竜の鱗的なイメージなのかな、ここのデザインが。ああ、なるほどね。ちょ、デザイン性も高いっていう。あ、さあそういうことね、竜の鱗なんだそれ。多分そうじゃないですかね、おそらくは。で竜がガーってしてるっていう、なんか威圧感ありますよね。このグローブつけてたら試合前にこう握手とかした時に、なんか竜おるみたいな、怖い竜いるんだけどみたいな、すごいね。感じで結構かっこいいんじゃないですかね。うーん、私あの HO サッカーのグローブで一番初期のグローブ紹介で虎のやつをレビューしたんですけど、してたね、HO サッカーの。あれも結構威圧感あったんですけど、こっちはなんかもうちょっとなんかつけやすいかっこいい方のなんかデザイン性というか、なんかアニメチックな絵だね、うん、そうですね。あんまどう、ボールお借りしていいですか。どうぞ。これ私6号なんで基本的にワンハンドキャッチできないんですけど、できそうな気がする。できるか。おー、あ、すごいじゃん、6号でしょ。6号、しかもスーパーソフトです。握力もあんまないんで。あ、でもできてるできてる。あ、グリップ
いいんだ。グリップは結構いいですね。でも結構キャッチした時にボールがこうピタって止まってる感はありますね。あペタペタする感じではないです正直。あでもなんかすごいボールがキュッて止まる感じはすごくありますね。あめちゃくちゃいい。あ投げてもらっていいですか。あめっちゃ取りやすいです、なんかボール掴む感覚がありますね。キャッチした時にドラゴンが見えるっていう。そうねでこれアンダーハンドキャッチした時とかもバンドもしつけてない状態だったらこう分かるかな。ここ手首のところまでグリップがついてるからここでキュッて止まるんで、あ、なるほど、より取りやすい形ですね。なるほど、でこれでも全然いけるんですけど、私どちらかというとこう手首がキュッて締めたい派なので、ちょっとバンドつけてやってみたいと思うんですけど、はい、ここについてるんですよね、このバンドつけるところ。あ、なるほどね、そこにあるんだね。そう、あるんですよ。で、これをぐるって巻いていくんですけど、こんな感じで。へー。でも結構私骨太なんで、ちょっと調整したい。まあもうそこの調整はもう自由だもんね。そうですね、うん、バンドちょっと細、こういう風にねちょっとずらして骨太の人でも大丈夫っていう。で、ここにもあのペタペタつくようになってるんで、こういう感じでいっちゃっても十分閉まります。あこんな感じでもう自由だねそこは、うん、珍しいね脱着式って。脱着式新しいですよね。ほこんな感じでこんな感じです今。より閉まる感じはあります。基本的に19とかなんで握力19なんであんまワンハンドキャッチ。はい、じゃあもう一回キャッチしていきたいと思います、うん、こうなるともう普通のグローブです。普通のグローブストラップレス、ストラップレスじゃなく普通のグローブ。あでもこうなんか手とか振ってる時になんかやっぱここがメッシュになってるから風が入ってくる感じがします。通気性がいい、ね、そうですね、蒸れない。あー、しました普通にキャッチミス。パンチングもパンチングも大丈夫そうです。あー失礼失礼、全然痛くないです。全然痛くないです。パンチングも後ろも結構分厚いっぽいですね。大丈夫そうです。はい、こんな感じでエレボス紹介していきました。結構あの私個人的にはめちゃくちゃエレボスをしてるので、もしね興味がある人はあの買いたいなっていう人は DM とかあとは LINE アットの方登録してもらえたらご購入もできますので、ぜひね買いたいよっていう人は連絡くださいあのご案内できると思います、はい、であの下の方に概要欄の方に Twitter のアカウントとかあとは LINE アットのアカウントとか全部載せてますんでそちらの方登録してもらったりフォローしてもらったりして DM もしくはメッセージくれたら、いろんなご紹介例えばグローブの使用感詳しいこと聞かせてとかサイズ感どうなのっていうところに関してもお答えできると思いますので、ぜひ登録をして LINE アットの方もしくは Twitter の方来てください。もちろんチャンネル登録といいねも忘れず、お願いします、グローブレビューもまたどん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 していきたいと思いますのでぜひ見てください。今日は、見てくれてありがとうございました。次回の動画でまた会いましょう。 See ya!